上がってないと思います。よし、じゃあですね、一回ちょっと受けてもいいですかね、僕。はい、そうしました。まず最初に、僕のスクールはまず最初に受けてじゃないか、まず最初にお悩みを聞いてですね、まあ、昨日は結構ね、マッサージやりながらいろいろ聞きましたけど、まずお悩みを聞いて、今の自分の状況をどのように持っていきたいかっていうか、はい、その後に今のそのセラピーですよね、はい、経験者の方でしたらセラピー今どのようにやってるかを僕自身が受けて、はい、それでいろいろ感じたこととかをこうアドバイスさせてもらえればなと思います、はい、やっぱりあのマッサージって、まあ、僕がお教えするマッサージはこのマッサージ好きが好きなマッサージ方法ですね、指圧マッサージの方法、はい、僕が指圧師として鍼灸指圧マッサージ師としていろいろ今まで経験してきた中でいろんな方を見てきて、マッサージ好きな人ってやっぱちょっと特殊じゃないですか、こだわりを持ってますよね、はい、だってマッサージのほら、受けに行くってやっぱりそんなに安くないですし、はい、やっぱ本当に頻繁に行ってこう体を休めてリラックスしたいなと思ってる人って本当にその安らぎというか、はい、本当に自分の心から満足してで癒されて、楽になってるので明日のこう活力にするというか、はい、あとやっぱ疲れてる人が多いですよね、いろいろこう日常で、はい、肉体的疲労よりも精神的疲労の疲れとか、はい、本当にこう本当に今女性の方も多いですけど、こうパソコンとかこう応援機器に囲まれてる状況、はい、なんとかデジタルストレスでしたっけ、なんかそういうね、そういうのもあるんで、だからこそそのマッサージ好きの人たち、本当に癒されたいなって思ってる人たちに、向いてるというか、向けのマッサージ方法みたいな、はい、僕のやり方っていうのは、だから本当にあの手当てっていう面をすごく大事にして、はい、本当に手を当てて癒してあげるというか。だからテクニック的なこともやりますけど、本当にこの心からのね、はい、こういう術者のメンタル的なものとかも、はい、こうもっともっとこう上げていくっていう、その辺のお話もさせてもらいます。はい。はい、ありがとうございます。やっぱりマッサージ好きの人ってね、マッサージのお金使う人ってちょっと特殊なんですよ。消費者として。はい。なくてもいいんですよ、日常にマッサージって別に。食べること、着ることとか、そういういろんなことを。でそこでお金を使わなくても別に生活はしていけれるんですよね。すごく贅沢なもんです、実は。お金払ってきてマッサージしてもらうとか、それができる人っていうのはやっぱり自分の気持ちをこうチェンジするというか、自分の心をこう心と体をこう楽にすることが大事だなってちゃんと分かってる人、それが分かってない人っていうのはやっぱり、まあ、寝れば治るみたいな、他のことで何かね解消しようとするんですよね。だからそういうところじゃないっていうところがまずちょっと特殊なのと、あとやっぱり1時間のセラピーで、まあ、今一番すごく安いところでも2980円とかで3000円ぐらいとかでありますけど、本当に何ですかね、そこにこうお金を使えるっていうか、本当に1回の施術で、だって飲食店行っても本当に3000円ぐらい使うと思ったら結構そこそこのもの食べれるじゃないですか。だからこのマッサージにお金を使うって無形なものなんだ、本当に感覚的なものじゃないですか、マッサージ何か品物が手に自分の手元に戻るものじゃなくて、本当受けてその場で感覚的なもので得て、で楽になったっていうところを本当に大事にしている人たちがいるので、そこに価値を持ってお金を払う人たちがいるので、その人たちにこう受けるサービスを方針していきます。やっぱりお金持ってある程度そういうところに余裕、お金を使える余裕のある人たちが来るので、サービスの質とかもね結構知ってる人多いんですよね。はい、本当にそういうところにお金使わない方々よりもいいサービスを見てきているので、はい、旅行行ってもそれなりのところに泊まったりとか、はい、食事行ったりする時でも、まあ、いろんなところ行くと思いますけど、ラーメン屋とかもいろんなところもありますけどね、ファミレスとかもありますけど、まあ、そういうところも行きつつ、まあ、いいところも行くじゃないですか、はい、そういうところでのサービスの質っていうのも結構分かってる人たちというのがいるので、そういう人たちに受ける接客の仕方とかサービスってやっぱ違うんですよね。でそういう人たち、物を見抜く力を持ってるんで、はい、あ、この人はなんかポーズでやってるけど心ないなとか、はい、上手にやってるけど気持ち入ってないなとか、はい、この人はすごく、接客がつたないけどあれだけど心込めて本当に楽になってもらおうと思ってマッサージしてくれてるんだって絶対感じるんですよね。本当手と手と本当こうやって体に触れてする仕事なんで、術者のこの気持ちが伝わってしまうんですよ、すぐダイレクトに。だからこそ本当にごまかしが効かない仕事というか、本当にこう気入れなくてやってると本当にそれが伝わってしまって何でもない味気ないマッサージで、それで終わってなんかお金損しちゃったみたいな、本当に自分の気持ちを持っていくっていうのもすごく大事なので、はい、そこですね、僕
伝えたいことがある。じゃあ、これから6時間よろしくお願いします。よろしくお願いします。